名護チューブをご覧の皆様、このコーナーはハーモニーチューブと題しまして、チューブを深く知り、チューブの素晴らしさを再認識して、チューブを元気にしていく応援番組です。愛知のものづくり、この地域の発展事業を真剣にやり、チューブの未来のチューブを担っていく方々の絆をつなげていきます。本日は僕、ジミー水谷がナビゲートをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、本日のゲストはアーティスト小道さんです。ようこそ名護チューブにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは早速ですけど、はい、小道さんのですね、今動画流れてましたけど、はい、ちょっとご紹介させていただきますね。はい、はい。小道さんは名古屋市立大学の芸術工学部をご卒業後、はい、中日新聞社にて、13年間グラフィックデザイナーとして、はい、活躍されまして、出産育児休暇などを得て、もっと自由なスタイルで、自分の創造性を生かした仕事がしたいという思いがね、はい、強くなったということで、中日新聞社をお辞めになり、はい、2017年にハンドメイドジュエリーブランド小道の石をご創業ということで、はい、2022年の3月にはギャラリー小道をオープンされ、はい、最近は誕生石をテーマとしたオリジナル曲シリーズでのアルバム作りなど音楽を通じた発信にも、力を入れていらっしゃるということで、はい、なんかもうちょっと聞いただけですごい振り幅広いなと思うんですけど、はいはいはい、そういった形でいろいろ多彩にご活躍されてるんですけど、もともと中日新聞社でグラフィックデザイナーをずっとされてたということなんですよね。はい、そうですね。うんうん、これどういったお仕事されてたんですか？やっぱり新聞社なので、うん、編集の中での、グラフィックなので、基本的には地図とか事件現場の地図とか株価グラフみたいな、そういうのとか図解をするようなグラフィックをずっと作ってました。なるほどね。じゃあよくグラフィックデザイナーというとなんかポスターの絵とかね、そういう感じのものかなと思ったら割とそうではない感じ。そうですね、そんなすごくおしゃれというよりは伝えるということをずっと。なるほどね。じゃあ割と言っちゃ悪いですけど、ちょっと地味めというか。そうですね、真面目というか、本当にね、はい、なるほどね。でもそんなお仕事をねされてたのに、ジュエリーデザイナー、アーティストとして退職されてなんかやろうと思ったきっかけっていうのはどんな感じだったんですかね。はい、やっぱりその作るということが得意で好きだったので、それを生かした仕事をしたいということで最初はグラフィックやってたんですけど、やっぱりその自分が本当に好きでその働いたお給料を注ぎ込んでたのがジュエリーだったんですね。で、作家さんの作品とか外国のデザイナーさんの作品が好きで、最初は買ってたんですけど、だんだんそれで飽き足らなくなって、石を買ってオーダーしたり、あとなんか自分で彫金教室通って作ったりするようになって、それをなんか褒めてもらったりすることも増えたので、なんかやめて自分でやるんだったらこういうことが一番楽しいなと思って。なるほどですね。割とそれは自分のペースでやっぱり仕事をしたいなっていう感じだったんですか？両方ですね。自分のペースでやりたいっていうのが出てきたときに、じゃあやるなら何をするかと思ったら、やっぱり一番好きな。なんかそれでもすごくいいですよね。やっぱり好きを仕事にするって結構ね大変だけど、やっぱりそれが一番幸せなのことかなと。やっぱり多分すごく頑張ってるように周りから見えたとしても、楽しくてやってるだけだったり、なんかそれとってもいいですよね。本当に好きでやってるだけだけど、それが周りから見たらすごいね、評価されるというか、なんか素敵な感じのいいポジティブな感じになりますよね。はい、まあ、ね、そういった形で、まあ、ジュエリーアーティストとして活躍されて、はい、2022年の3月ですね、去年ですね、うん、はい、にギャラリー小道をまあオープンされて、そうですね、まあ、はい、その写真もちょっと今日はご用意していただいたので、うん、ありがとうございます。ちょっとまあこんな感じで、まあ、なんかおしゃれな手作り感のある看板ですけど、はい、でもとてもおしゃれな感じですよね。ありがとうございます。本当にご縁があってね、うん、うん、すごいぴったりな物件と出会えたので、ちょっと自分で壁塗ったりもしたんですけど、はい、ちょっと手を加えて、はい、その大幅な改装したとかじゃなくて、そのまま使えた感じですか？一部ですね、はい。なんかとてもやっぱおしゃれですよね。やっぱりなんかね、いや本当になんか小道さんのそのセンスが溢れるっていうんですか。ありがとうございます。ね、置いてある石もすごい綺麗な石があるし、僕もちょっと一回お邪魔させていただきましたけどね、すごいなんかちょっと。こじんまりした路地に入ったよね。そうですね。そこだけ急に昭和の路地に入っていただいて、でまた私のギャラリーだけすごい白くてなんかね、雰囲気が違うという感じになってます。逆に目立ちますよね。はい。うん、なるほどですね。まあそういったギャラリーをオープンされたんですけど、まあ、作品としては天然石にこだわった。そうですね。やっぱり自分の好きだったものっていうのを何が好きなのかっていうと、綺麗なだけじゃなくて、自然のものっていう素材にすごいこだわりがあって、なので天然石の中でもあんまり染色とかしてない本当自然のままで色の綺麗なものとか、そういうのにこだわって作っております。そういった天然石の魅力っていうのは小道さん的には何があるんですか？やっぱり地球がその長い時間をかけて人間よりはるか長い歴史を持っているものなので、自然をそのまま身につけるみたいな、自然の中に行くとすごいリフレッシュしますよね。それをずっと身につけていられるみたいな、そういったこの石のね、なんかこう魅力っていうのに取りつかれて、まあ今やられてるね、いう感じなんですけど、またそういった中でもそれを伝えるということで、まあいろいろ大切にしていることっていうのは何かあるんですか？その作品として作るっていうのは。そうですね、伝えるということで、やっぱ作る時はあんまりその石の上にゴテゴテ装飾するんじゃなくて、もうそのままの美しさを生かすというシンプルな作りを心がけてますね。なるほどですね。まあそういった形でいろいろね、また伝えるということで、一つのまた方法としてね、さっきもちょっとオープニングで見ていただきましたけど、音楽を通じてまたいろいろやるというようなことをまあされているということですよね。はい。音楽はSNS で今まで結構石のこと発信してたんですけど、その文章がちょっと詩みたいになってしまって。で歌詞みたいだねって言われることが結構多かったんですね。でそれでちょっと歌作ってみようかなみたいな感じで、はい、オリジナルで歌作り出して、でせっかくだから石の歌を作ろうみたいな感じで、今誕生石って12ヶ月分あるんですけど、その12ヶ月の石のテーマで一応12曲、去年1年で作ったんです。1年で一応作詞作曲は済んで、今レコーディング準備中です。作詞作曲も小道さんがされたの？作曲は相方さんの今ユニットやってて、ユニットの相方さんでギター弾かれる YKP さんが作曲、オープニングの動画でね、ギター弾かれるあの方も本当にすごい素晴らしい才能のアーティストさんで、そういった方々と一緒にね、今音楽活動なんかもされてっていうので、その音楽活動がじゃあやることによってのなんですか、小道さんの作品だったりとか、生き方だったりとかってなんかどんな影響されてるかなと。そうですね。やっぱ先ほど言ったように結構シンプルに作るっていうのを心がけてるので、そうですね、音楽の方がもっと創造性を生かして自由に遊べるので、それでなんかバランスが取れてるかもしれないですね。前ちょっと聞いた時は車の両輪みたいな感じで、小道さんの中でジュエリーと音楽っていうのがあって、その上に小道さん、アーティスト小道っていうのがそんな感じですね、積み上がってる感じっていうのがすごくなるほどなと僕思ってたんですけど、そういった感じでやっぱりお互いが補完し合うじゃないですけども、いい感じでね。なるほどですね。もうね、でも僕本当にそういった意味で小道さん、知り合っても2年ちょっとになりますけど、いつも思うのがなんかやりたいことをすごいポジティブにやりたいって素直に言って、でそれが現実にできてしまうというか。そうですね、結構なんか先ほどのねユニットとか、バンドも一緒に映ってましたけど、映像で弾いてくださる方とかも自然となんかすごい方が集まってくださって、ライブをするお店なんかも割とうちでやりなよっていう感じのことをね。そうですね、まあ声かけていただいたり、自分でねすごいここでできませんかって言ったりとか、ご縁がどんどんつながっていく感じはありますね。本当そうですよね、はい、だからすごいそういった意味でポジティブになんかいろんなこと物事を捉えて、チャレンジしていくっていうか、もうとにかく当たってみるっていう、はい、そうですね、はい、石だけに砕けないぞっていうそうですね、硬い石で硬い石、うまいこと言いますねなのでそれがやっぱり夢を現実にするって大切なことなのかなっていうのはちょっと僕もいつも感じていて。はい、諦めない心って、さっきもねハーサムなんかも言ったけど、諦めないっていうか、そういうのをすごく体現されているのかなっていう、思いますね。でもそういった形でいろいろやっぱり切り開いてきた女性として、この自分が思い描く未来っていうか、どういうふうに今後アーティストコミュニティとしては切り開いていきたいのかなというのはちょっと気になるところなんですけど。そうですね、本当今やりたいことすごくやれているんですけど、なのでそんなになんか夢って言ってもこのまま進んでいきたいっていうのがあるんですけど、でもなんていうか、それをあんまりこう決めすぎずに、いただいたご縁があって思いついたことやってっていうのがあるので、そうですね。そしてなんかやっぱり自分がこの活動することで周りも良くなるみたいのを結構私は大事にしてるところが、一緒にやってくださる方が楽しんでくれるとか、そうですね、さっきの映像を流していただいたのはバースデーライブだったんですけど、私のそれがちょうど私3月11日生まれということで、東日本大震災の日なので、なんかやっぱそれは今年からちょっとだけその取り組み始めたんですけど、その日のライブはチャリティーにしようっていうのを決めてて、なんかそうですね、やっぱ自分とか周りとかその全体が良くなっていく方向に進んでいく中で、自分の夢も実現していきたいっていう気持ちが結構あります。なるほどですね。すごいそれって素敵で、まあやっぱね、周りの人たちも一緒にね幸せになるっていうのがとっても大切ですよね。じゃないと自分だけとかなっちゃうと、そうですね。やっぱ一緒にいるのもちょっと大変ですからね。すごい素敵ですよ。でも僕小見さんだったら全部おそらく実現できるというか、それがね、やっぱり何事に対してもね、もうなんかすごいその素敵な笑顔でどんどん切り開いていくようなね、はい、そういったパワーをお持ちなのかなと思って、今日はぜひぜひ皆さんにね小見さんのことをご紹介したいなと思ってお呼びしたんですけど。嬉しいです、ありがとうございます。ライブとかっていうのは結構されるんですか？ライブはそうですね、今月1ペースでは必ずやって、それ以外にもご縁があればちょこっとやらせていただいたり、まあそういった形でSNS とかね、そういったので、はい、もし興味があればぜひぜひ小見さんのね、はい、ライブなんかも行っていただければと思います。はい、今日はねありがとうございます。なんかいろいろと普通はないナビゲートではございました。とんでもないです。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。すごいことなんだって。